のカナリア土地公開記念吉永小百合展一生生徒、11月3日に北のカナリアたちが公開されます。東映創立60周年記念作品ということで、今回はですね、この公開を記念いたしまして、女優として歩み続けてきた吉永小百合さんの今ここでしか見られない全てをお楽しみいただくために、展覧会を開催する運びとなりました。会場内7つのコーナーに分かれております。映画の教室、音楽の教室、コマーシャルの教室、懐かしの部屋、老若の部屋、そして最新映画の北のカナリアたちのコーナーと特別映像コーナー、7つのコーナーになっていまして、総展示数はなんとおよそ350点にも及びます。映画のコーナーに展示される吉永小百合さんが日活に入社するときに提出した履歴書、実物ですね、展示されます。吉永小百合さんが実際に来て通った駒場高校の制服も実物が展示されております。プロマイドが飾られているんです。日活100周年ということで、吉永小百合さんはデビュー55周年、これまでに北のカナリアたち含めて116本の映画に出演されておりますが、日活では79本も出ておられます。